サンドル・ポゴレロフです。まあ、ケンボさん、この選手はですね、国際大会でも、まあ、私たちが見るのはおそらく初めてになると思うんですけどね。私も初めてでした。これはすごいですね。今のは渡航宙返りから1回半で前転に行きましたね。はい。その前転に行く前に一度体を伸ばして空間姿勢を見せてからやるとこなんかは非常にいいですね。はあ、この後ですね、開脚旋回があるんですが、非常にキレのいいスピンドルって言いますね。逆に足の運動から逆に転向していくんですね。これはあの会場からも拍手の多かったですね。お聞きの拍手。まあ、男子の床運動のケモさん、特徴はですね、一つあの力強さだと思うんですが、はい、ありますね。彼の場合、手を伸ばしても足を上げても非常に足先から膝、はい、肘というものをきれいに線対線として出しますね。はい、そういうところなのかも。そうです。さあ、週末はどうも抱え込みのダブル宙返りで締めました。トビエトの若手、アレクサンドル・ポゴレロ。まあ、この力を見ますと、ケンボさん、これからですね、来年、そしてロサンゼルスオリンピックと、ソビエトの新しい力、高い力ですね。有力な、これ、選手でしょうね。はい。以前、ソビエトらしくないと言いますかね、はい、体のピシッと締まった強さだったんですね。ポゴレロフのスローですが、さあ、得点が 9.85 です。9.85、 いい得点が出ました。まず1種目目床運動、ソビエトのこのポゴレロフが 9.85 でリード。その後中国のスー・リビンが 9.80、 アメリカのバート・コナーが 9.70、 後藤選手が 9.55 でこれに続いています。